下着の盗難にあったことはありますか？まあ、下着の盗難にあったって思い込んだことはあります。なんか、お外に下着干してたんですよ。で、取り込もうとしたときに、ない。下着っていうかなんか、服、ちょいちょいないって思ったんですよ。なんでって思ったら、普通に下に落ちてました。全然もう、下着とかってこう、パッチン、洗濯バサミで止めてるから、落下しないと思い込んでたんですけど、まあなんかの拍子で風かなんかで飛んじゃったんでしょうね。だからちょっとびっくりしました。他のね、ものとかなんかタオルとかも下に落ちちゃってて、結局もう一回洗濯することになって、いやー、めんどくさいっていうか、もうちゃん、風強い日はしっかり洗濯バサミしててもダメな時はダメなんだなって思いました。ねえ、困りますよね。銭湯や温泉でのトラブルはありますか？はあ、銭湯や温泉。私めっちゃ目悪いんですよ。めっちゃ目悪くて、もう、裸眼だったら何も見えないって感じなんですけど、本当に何も見えないけど、メガネかけてたら、曇って、視界悪くなるし、まあ、メガネにね、金属のパーツとかついてるので、まあ、置いては行くんですけど、いや、本当に見えなくて、温泉の成分によって床、ぬるっとしてるところあるじゃないですか。そこで、滑って転んだこと。言いたかったですね。もう、怪我まではしなかったんですけど、もうなんかその日一日中痛い。痛いって感じで、ちょっとした段差が見えなくて、こう、ガクンってなって、転びそうになるとかもあるし。ね。本当に、メガネしてる人、困るあるあるじゃないですか。なんかそんなに、ね、エッチなトラブル、みたいな感じじゃなくて申し訳ないんですけど。